毎度セイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やりましょう。では頂上やっていきます。今回ねスキルモードですね。 100% スキル。さあスキルね、先生やね、やっぱリトラアメッツさんね、先生は取られましたね。シェル R シェル、ミスタービッグと SR キラ、ネストスタイル、今日最後は LR ですね。やばい、これはやばい、嫌な予感しかしない。なんや、火炎鏡助かったか。まだリメマイっすね。火炎鏡ならまだ助かったな。リメマイは置くのかどうかですけど、一応スキルは強いんですよね。マイって怒り回復があるから。いやでもあかんな。やめときます。空手置いとこ。これでいこう。リメマ置いてもう攻めに行くっていうのもありですけど、一応まあ保険としてね、あんまりこう、おベニマルは使おうか。多分マキシマ倒せないんで使います。そうっすね、倒せないね。状態上してる、麻痺してる。てか全然ダメージ与えれない。マジでスキルモードの補正えぐいっすね。ベニマル使ってでも半分ぐらいしかダメージ取れてないよ、マキシマに。ここもギースでいいんちゃうかな。ギース行きましょうか。シェル使ってからギース、多分今日倒せるよね。うん、レイジングストーム今日は倒せますね。うん、倒しました。そして、残裂剣は覚醒、いやこっちや、オロチや、オロチこれ溜まってるんですけども、先に出すって感じかな。ただ状態上嫌やな。オメガ来ました。しかもオメガを頭に出さない。状態上嫌っすね。まあしゃあないけどね、ここは。おお、奇跡的に何もない。それはありがたいわ。もうめまいと怒りダウン覚悟したけどね、オロチで。まあそれはありがたい、本当に。ここのギースは頑張ってほしいが、いやー頑張れないな。ギース柔らかいっすね。ほんまにスキルモード、ギースはマジ弱いっすよ。使います。リュークランブ。うん。これはもう先にビッグやな。今の先ザキかな。あーもうオロチ復活いらんて。マジで。こういう時に復活されるとほんまにね、やりづらいっすよね。ここは覚醒いただきます。おし、麻痺。麻痺めまい。麻痺めまい入った。このオロチの復活はほんまに OK やな。もうこっちはキャラをねパンパン倒していきたいんですよね。ギース溜まったな。使います。ギース溜まった。まあギースはもう捨ててるんでね。でも言うて、うん、残裂剣覚醒打ってくるかな。覚醒溜まってるよ。マロカレこれ余計やわ。2回目っすよ、マジで余計。しかもめまいした。オロチの復活で全部テンポが乱れてる、乱れまくり。ここはマキシマ、うん、叩くんですが、よし状態上。ミスタービッグ結構いいね。さあここは必殺使えない、なのでもう前を倒さざるを得ないね。あれオメガ溜まるの、そんな早い溜まるん。覚醒は、いやさっきそうか、状態上か。お空手に来た。空手倒せないでしょ。 OKOKOK 全然いいよ。ほんなら、ああそうなんや、これマイとネスツ強か。まあ、とりあえずネスツ強ですよね。嫌な感じやなこれ、ほんまネスツ強は使う。うん、覚醒倒しましたが、これ結局ねオメガ倒せないからミスタービッグは使わん方がいいな。まためまいした。電池もないわ。いやこれ結構厳しいな、結構厳しいっすね。そうそう火炎鏡でしょ。ワンパやめて。よしギリ生きてる。八乙女使うんや。ほんで空手に来んの。空手倒せないっすよ、空手踏ん張るだけなんで。えしかも踏ん張り入れない、踏ん張りを入れない。そしたらマイですが、マイでこれ空手溜まるかな。微妙に溜まりそうな気もするが、溜まったね。
ほなオメガはいただきます。え、全然ダメージ入れへんやん。あー、ちょっと待てよ、むず、全然ダメージが入らない。スキルモードのやっぱ補正っすね。こういこう、うん、とりあえずこれでオメガ一回倒しておきます。あと1体っすよね。バイスはミスタービッグに来て、マイは倒せない、オメガ必殺打てない。いや、しかしやばいな、空手前かな。で、ここのバイスは倒せるよね、これで。よし。で、こうやね。うん。舞で回収。で、空手まだ踏ん張ってないんで。おお空手打てるぞ。これはクリティカル出て。クリティカルはないが。いやー、無理か。今日倒せないか。おわー、倒した。マジで。いけたー。しかも空手踏ん張り使ってないからね、まだ。あれ入ってるように見えて入ってないんですよね。まあ、今のは粘り勝ちできましたね。空手で頑張ったって感じでしたね。あれでも途中で空手の踏ん張り使わされてたらまだわからんかったけどね。じゃあもう一回いきます。ダダンダンさん、先生取った。ミスタービッグ。ももこかな。スキル。ベニマルと K ダッシュね。これベニマルにしとこう。状態異常のスキルなんで。うわー、これも嫌やな。猫とエリザベートやで。猫エリザー。いや、エリザにしよう。猫強いな、でも。エリザと、ナイトメア。もうここに来てナイトメアやめてほしいって。本気で。負けるわ。アッシュや。ああ。ナイトメア封じれるかな。カメ、トラ。あー、ちょっと待って。マジでむずい。嫌がらせ系でいきたいな。ミスタービッグっすよね。これね、だいぶしんどいっすね。せめて、そやな、せめて春英ぐらいで許してほしかったな。ナイトメアは一番強いんですよね。本気で。このランクでは一番強いから。お、出してないな。出してなかったらちょっと調整していこう。一応全滅を狙えるなら狙いたいけど。このままいきます。ハスミは使う。そして怒りダウンはシャンフェイですね。今のはここも全部調整。そやな、きついな。これ次これ倒すよね、ジョーは。いや、倒すわ。ほんでナイトメア来るから、もうこういっとこか。うん、これ使う。で、いや、これね、まあ、クーラーかなー。で、倒すキャラ、倒すキャラじゃあ、イグニスね、叩くキャラは。うん、ダメージを取っておきたい。麻痺入ったね。どっちかしか状態異常解除できない。ナイトメア出してくるかな。シールドは霞に入ってますね。ナイトメア、あ、出してきたな。これでもナイトメアで倒せないんじゃないかな。シャンフェイを霞に打つっていう感じかな。先に打つと倒せないね。そうそう、そうしなあかんね。これやったらナイトメア霞に来るんで。そうなんすよね。あー、きついな。これでとりあえずナイトメアでかくなってるんで、一旦こう行こう。一旦こう行きます。で、ここはキムから使う。でもナイトメア以外のキャラを倒して、もうあの時間切れというか、クーラー使おう。時間切れというか、まあ、自利品みたいな感じで勝てたらいいけど、とりあえずね。まあ、それでもだいぶきついけどな。一応今4体倒しましたね。4体倒したんで、もう出てくるキャラで全てですけど、これで。これで全てですけど。いやー、きついなー。猫もいるからなー。猫はキムに行きます。あ、さっきそっち打つ？それやったら猫はクーラかな？いや、エリザベートか。そうっすね。シールド破壊されました。そして、オロチナギ。お！ナイトメアで回収しなかったぞ。ってことは次のターンでかくないから。よし！チャンスっちゃチャンス。行くぞ。当然行きます。
チャンスっちゃチャンスやなこれ。全部いきます。当然きらめきの嵐、おーし、困惑入った。マジである、マジである、あるぞ。これはチャンス到来や。困惑入ったということは全然チャンスは、おーっと状態上も入っている。よし、怒りダウンも取った。クーラーしかも、ゲージ溜まってる。よし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 、このままでいいかな。こういっとこで、こうっすね。よし、麻痺した。ベニマル最高、ベニマル最高すぎる。おーし、これいけるぞ。クーラー打てる、クーラー打てる。状態じゃないけど、これはエリザベートで怒りダウン入る。うわー、いったー、下克上。これはやりましたね、ほんまに。いやー、この展開しかもう無理やったな。やっぱりナイトメアのこのでかい状態が絶対倒せないんで、唯一その1回だけでかくない状態があったんで、まあ、そこで一気にエリザベート、ベニマルとアッシュで総攻撃して、一気にこう畳みかけれたからいけました。なんとかね、制しました。ありがとうございます。ということで、今回この辺りで終わります。ご視聴ありがとうございました。